バレンティナ・スティパノブナ・ナグリゾ・ドゥボは1993年4月28日はソビエト連邦の軍人、ソ連邦英雄、社会主義労働英雄。最終階級は空軍大佐。女性操縦始発となるソ連邦英雄受賞者の一人であり、女性としては唯一のソ連邦英雄、社会主義労働英雄受賞者であるロジーナの登場員。左からオシペンコ。 グリゾ・ドゥ・ボワ、ラスコーバ、バレンティナ・テレシコワと共に映るグリゾ・ドゥ・ボワ。バレンティナ・グリゾ・ドゥ・ボワは、1909年4月27日に、ロシア帝国のハリコフで生まれた。航空機設計技師である父、スティパン・バシリエヴィチ・グリゾ・ドゥ・ボフの影響もあり、14歳で、グライダー単独飛行を行っている。ピアノをたしなみ、外国語も堪能だった彼女は、ハリコフ工科大学及び、 音楽学校を卒業した。1929年には、準軍事組織であるオソアビアヒムのペンザ飛行クラブを卒業し、ハリコフ航空学校でも訓練を受けていた。1933年、グリゾディボアはトゥーラ上級飛行学校を卒業。その後、彼女はこの学校の航空指導員として86人の男性操縦士を訓練したが、その多くは後に、 ソ連邦英雄となっている。1934年から1938年まで後にマクシム・ゴーリキーと名付けられる宣伝飛行隊で勤務した。彼女は様々な航空機を操縦し7つもの世界記録を打ち立てた。その中には1937年10月15日に記録した女性操縦士による複雑水蒸気の最高到達高度記録や3本の 速度記録に加え、マリーナ・ラスコーバとの共同による、モスクワ・アクチュビンスク間の長距離飛行記録が含まれる。1938年9月24日から25日にかけて行われた、爆撃機案とマイナス37、ロジーナによる長距離飛行では、グリゾ・ドゥボアが、機長、ラスコーバが広報し、ポリーナ・オシペンコが副操縦士を務めた。 ロジーナでは 5,910km を飛行したが、これは女性操縦士による直線飛行距離としては世界最長記録である。この功績から彼女たちは1938年11月2日に女性初のソ連邦英雄となり、報奨金2万5000ルーブルが送られた。1941年6月に勃発した大祖国戦争に、 グリゾディボワが参戦したのは1942年3月のことである。彼女は1942年5月に結成された第101長距離航空連隊の指揮官に任命されたが、この連隊は操縦士や広報士、航空整備士、地上支援員など300人の要員から構成されていた。彼女の部隊には民間航空隊から徴用された。 輸送機リスノフ LI-2 が配備されていた。グリゾ・ドゥボワの LI-2 には、操縦士、副操縦士、後広報飛行技士、無線通信士機上池の6人からなる飛行士が登場していた。この部隊はまず敵軍への爆撃任務やパルチザンの支援にあたり、1942年6月には、包囲されたレニングラードへ物資の供給を行った。その後、 第101長距離航空連隊には、ブリャンスク戦線及び南西戦線を撃破し、ボロネジへ進軍していたドイツ国防軍部隊に対する爆撃任務が与えられた。グリゾ・ドゥボアは、ほぼ毎晩自身の連隊を率いて出撃し、クルスク、オリョール、リゴフに展開していた強力な対空砲火と、ドイツ空軍夜間戦闘機部隊を壊滅させた。年月、 第101長距離航空連隊にはパルチザン運動の中央司令部に対する自由処分権が与えられた。連隊はパルチザンの活動域2850回以上任務、飛行士約1500トンの武器、弾薬と数百トンの無線機器、印刷機械、フィルムカメラ、読み物などの物資をパルチザン指導者に提供した。また2500人に及ぶ負傷したパルチザンや 不老孤児の救助も行ったが、その都度劣悪な仮設滑走路や敵の戦闘機部隊が LI-2 の活動を大きく阻害した。1943年3月までにグリゾ・ドゥボアの主導により、パルチザンによってドニエプル川右岸に改良された滑走路が建設された。この滑走路には日中最大で12機の航空機を中期できた。1944年5月27日、 レニングラード解放への貢献を称えられ、彼女の連隊に名誉称号、クラスのセルスキーが与えられた。グリゾ・ドゥボアがモスクワに召喚される1944年6月までに、彼女は約200回の出撃を記録している。2ヶ月後の8月30日、第101長距離航空連隊に赤旗勲章が贈られ、後にソビエト親衛隊称号が与えられた。 1946年、グリゾ・デヴボアは大佐の階級で予備役に回された。1940年代後半、ソ連におけるナチスドイツの戦争犯罪を究明し、国家の損害に対する賠償を求めるドイツファシスト、侵略者とその共犯者による犯罪に関する調査検証特別国会委員会において、彼女は女性唯一の委員を務めている。退役後は、 民間航空部門で試験飛行や航空機器開発などに携わり、その他、スベトラーナサビツカヤが試験操縦士となる際の支援を行うなど、宇宙飛行士とも交流があった。1993年4月28日に死去。遺体はモスクワのノボデビチ墓地に埋葬された。ハルキウにあるグリゾ・ドゥボアの記念碑。ありがとうございます。